私さ、昨日なんてテロップ書いとったっけ？写真集特典付きなんちゃらみたいな、なんだったっけな。写真集こう、あ、特典写真集ショールーム、あ、いいね、落書きフォトつきます。写真集、あ、限定特典ついてくるよ。おー、やるねありがとうございます。そうやそうや、限定特典ついてくるようにしとったんや。写真集限定特典つく、落書きポストカード、これで行こうと思います。昨日購入してくださって皆さんありがとうございます。またニックネームの表みたいな送ってくださることになったので、それが届いたら昨日お礼できなかった方のお礼させてください。うん、テリーピーさんご購入ありがとうございます。ありがとう。クッチのダイガさんもありがとう。そう、今日はそう、ありがとうございました。花だれ公演2公演ありがとう。夜の髪型はこんな感じ、編み込みでカチューシャみたいな人。これさ、久々にやったんやけど、この髪型かわいい、ハマりそう。うん、トラさんありがとう、ありがとうございます。楽しかった。うん、なおさんありがとう。ツイートもしたんやけど、今日ついてくるこの特典、日によって週替わりするんやけど、昨日と今日と明日までの特典が三つ編みのランジェリーの私なんですけど、明日がちょっと仕事がいっぱいいっぱいで、いろいろもうできないなって感じなんですよ、配信。じゃけその特典をゲットできるのがこの配信までなので、皆さんよろしくお願いします。毎週買えばいいのね。毎日毎日皆さんぜひよかったらお手に取ってもらえたらなと思います。りょうへいさんありがとう。ペンギン、え、このね、購入ログってとこ見ながらお礼しようんやけど、なんか時差とか、ほら、またさっきまで表示されとらんかったのに急にポンって下の方に現れたりするんですよ。なんかそう、じゃけ読み忘れがあったら教えてください。石川先輩さんありがとう。石、そう、今日行きました、可愛かった、嬉しい、ありがとうございます。めっちゃ楽しかった。順番に上に出てくるわけじゃないんやね。いや、なんかね、基本順番なんやけど、なんかよくわからんけど急にポンとさっきまでおらんかった人が2個下とかに現れたりする系、なんかよくわからん。楽しかった。来週の準備順調？着々と。明日も
一方向に向けての日って感じです。で今日私はこの配信終わったら地方婚に向けてのことをいろいろここで練習をしようと思っております。頑張るぞ。下手スーツになくたさんありがとう。楽しみすぎる本当に地方婚。夜勤やん。そう、今日は夜まで頑張るっていう感じ。そう、地方婚配信ないんよ。じゃけんね、でも10月あって11月もね、追加が皆さんのおかげで決定しました。11月90にまたミクサーでやらせていただくことが決まりました。嬉しい。やけ皆さんその場所でね一緒に楽しんでほしいなと思います。えいぴょんさんありがとう。ぴょん。ほっしーさんありがとう。ほっしー、ほっしー。マケドニアンさんありがとう。にゃ。よしふみさんありがとう。ふみ。マジ地方婚はもう超楽しいと思います。だし自分的に結構大きな挑戦をしてるところがあるので、そうマジ自分がめっちゃ成長できそうで楽しみすぎる。北江さんありがとう。多分こっちが来た。エリンさんありがとう。ティンディン。キルアさんありがとう。キル。昨日買った方のねリストはねまだもらえてないので、もらえたらもらい次第お礼をしようと思います。昨日皆さんありがとうございます。本当にたくさん感謝ありがとうね。あ、ホジェさんありがとう。ラブ。そう。うん、ピオーネさんありがとう。ピオーネ美味しいよね。さっきあの油そば食べてきました。ホテル着いてコンビニのご飯買おうかなと思ってたんですけど、油そば屋さんを近くに発見して、もう発見した途端に口がもう油そばの気持ちでいっぱいになって、普段だったらまいちゃんを誘って行くんですけど、今日まいちゃんいなかったから一人で行ってきた。うまかった。これからいっぱい踊る予定なのでここで。そう、消費する。ロミオさんありがとう。ロミオ、キーちゃんさんありがとう。ピー。そう。
やばい、マジでさ、チホコンの歌を口ずさみそうでさ怖い。気をつけよう、マジで。私ネタバレしたくない、早けんさ。逆に私が配信で歌う曲はもうジョコンではやらない、多分。まるまるもりもりとか歌ったらもう絶対やらないやらない曲とかを多分歌ってます。瀬戸内ナンバーさん、ありがとう。アンコール明け一曲目まねまねまね。でもめっちゃ可愛くない？みんな知っとる曲だしさ。アンコール明けまねまねで流れてきたらみんなワクワクするんじゃない？いや、それそう。やし、みんなもさ、まさかって感じやけどさ、もうみんなほとんど踊れるやん、大体、このサビは。大きくなったら、コサッサーさん、サッサー、高則さん、高ありがとう。マジ楽しみ、地方婚めっちゃ楽しみ。もうどうしよう、楽しみすぎる。楽しみ楽しみ。緑色目指しね。これはマージーの T シャツ、プレゼントでいただきました。サンクス。でももうね、秋ですね。寒い、 T シャツだけだと上着きんと。ね、マジで急に気温下がった。もうさ、秋、このまま行ったらもう秋が全然なく、もう夏、秋、冬って感じじゃないですか、マジで。もう秋が好きなのに、秋、あっという間、もうどんどん年々減っていく。悲しいです。安高さん、ありがとう。安安、なんかやすし、お寿司、やすたかって感じでこれにしました白鳥さん、ありがとう。白鳥、ヤッピーさん、ありがとう。ヤッピー。うん、広島の五冊券、気づいた時にはなくなってて悲しい。五冊券増やしてほしいの。なくなっとったんや、広島の。ありがたや。そう、先着やけ、早くゲットしてねって言ったでしょ皆さん写真集のイベントの予約が始まったんやけど、その3冊券とか5冊券とか10冊券とかの、あれは先着なので、皆さんお早めにお願いします。
コウさんありがとう。楽しみ楽しみ、マジでさ10月楽しみめっちゃいっぱいある。みんなと会える機会がめっちゃ多い。10月最高。ローケイティさんありがとう。ティあと何冊写真集買いましょうか。そんな私が決めていいんですか。私にそんな質問していいんですか。ラーラーさんありがとう。ラー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 、しょうちゃんさんありがとう。しょうしょうしょうたい、みんな感謝ですよ本当に。こうやってさ、なんか現役中にユミリンはさ2冊目出しとったけど、でも卒業後だったけ、現役中に2冊目を出したのは STU では私が初めてになるっぽくて嬉しい。みんなのおかげです本当に。みんながいつも応援して支えてくれてるから、こうやって目標叶えられました。ありがとう。地方婚ができるのもね、マジでさ、マジでみんなのおかげです本当に。ありがとう。ねえ嬉しい。私現役の間に4冊ぐらい出した。せっかくなるから3冊目も行こう。3冊と言わず4冊ぐらい出したいです。じゃあ皆さんぜひ予約お願いします。うん、ソロコン2回目も48グループで数少ない人。私さ、2回目じゃなかった。よく考えたら、クリスマスもソロコンサートっていうのでやらせてもらっとった。あとはソロ公演と、ハルフェスの一番最後の、最初のソロステージと、PR 舞台の公約のソロステージと、あとは、対バンにも STU からソロで出させてもらったり、なんかいっぱいさ、こうやってソロのチャンスいただけるのめちゃくちゃ嬉しいし、なんかほんまにみんなのおかげだし、あと私はアイドルパフォーマンスがなんていうの、バキバキのさ、もうダンサーみたいな感じには全然踊れないんですけど、アイドルらしいパフォーマンスが好きだし、自分のパフォーマンス好きなので、こうやってソロでもステージに立てるのめっちゃ嬉しいです。スープカレー飲み物さん、手順さん、炭酸せんべいさん、あ私さ高頻度でドレカミン買っちゃうんだよね。マジで美味しくない？炭酸マジ大好き。炭酸超大好き。
13。ありがとう。さっき油そば食べた後にドデカミンとハイチュウを買って帰ってきました。本当は私そういうなんか油そばとかラーメンとか濃い味食べた後絶対アイス食べなきゃ納得いかないんですよでも今日は我慢して炭酸とハイチュウにしました。これでも我慢してる方油そば食べて炭酸飲んでお菓子食べてる人が言うなって感じなんですけどアイス久々にアイス我慢できました。油そばの後の感動。すごい、5個買ってる人初めて見たあの配信でこれさ、いつもさ名前だけ読んだったんけどさ個数も出るんやね。よく見たらだいたいみんなさありがたいことに1つ購入してくださってるんですけど、5個買ってくれてる。コサッサーさん5個、なんでさっき何冊買ったらいいですかって質問しとった人や。おもろすぎおもろすぎ、ありがとう、嬉しい嬉しい。じゃあコサッサーさんに土手紙あげます。コサッサーさん、サッサー、コサッサーさん、じゃあありがたい方に5冊ご購入してくださったということで、なんか特別なコサッサーさんの舞コサッサーさんありがとう乾杯、ありがとうございます。コサッサーさん嬉しい。なんでこんなに買ってくれたんだろうあれかな、三つ編みが好きだったりするのかな嬉しい、ありがとう。合計で配信6冊注文しました。リアルで10冊けど、うわー、ありがとう。いっぱいお出迎えしてください。石田の写真集感謝。うん、ありがとうね。ああ、楽しみいっぱい。10月てかもう10月だ、やば、え、ね、やばくない？10月だよ。え、10月なの、やばやばいよ。だってもうあと2ヶ月で年越し。え、年越しのさ時期ってめっちゃ寒いじゃないですか。寒いって感じじゃん。あと2ヶ月でその時期になるのがもう耐えらんない。2ヶ月どころじゃない、もうあと何週間かしたらもうさ極寒、もう冬ですよ。無理、寒いの無理。やっぱ私夏より寒い方が無理ですね。じゃし夏はもう服がやっぱりめっちゃ楽だった。もうサンダル、もういつでもサンダル、サンダルとデニム履いて上なんか着たら、一着なんか着たらサクッと出歩けたけ最高だったけど、冬はコーディネート考えるのがめんどくさいし寒いし、うわー冬が来る。松ばっくりさんありがとう。松ばっくりいいね、秋を感じました。そうね、暑くて暑さも結構やられとったけど、そういえば過ぎたことは忘れるね。都合のいい脳をしているのでね、忘れちゃった。
夏バテの頃。あ、ってかそうそう、クリスマスコンサートと大忘年会っていうのが発表されました今日。イエーイ、楽しみ、超嬉しい、最高。あと2期生の5周年コンサートも決まりましたね。わーい、めでたいめでたい、楽しみ。何するんやろ、何も知らんめっちゃ楽しみ。写真集あと何冊買いましょう皆さん自分のお財布と相談しながら、無理ない程度にでも何冊あってもきっと足りないぐらい素敵な写真集になってると思うので、コスパはいいと思いますそう、リュウさんありがとう。リュウ、なるさんありがとう。なる海賊王に俺はなる。ありたけの夢をかき集め、チュ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 、探し物探しに行くのさ、ワンピース600冊とは言わなかったいや、まあ欲を言えばね、600冊、700、1000、可愛く言えばいいと思ってね。じゃあ、今度しないの確定。確かに、やばい。でもこれ結構、普通にこの歌好きですよ。チューチュルチューチューチュー。チュルルルルルル。ジュルルルルルル、舵を切るのさ、他にてててて、てて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 、るる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 、ひん、歌詞ほぼ知らないらしい。サビはね、メロディーはわかりますよ。うん。ちちちち、よしきさんありがとう。じゃん。ネタバレしてしまった地方コンで歌わんことをネタバレしてしまった。気をつけよう、うん、パフィーさんありがとう。パパの丸、感謝感謝。うん。地方の曲絞り込めてきたね。でも確かにあれですよね。私が歌った曲はもうやらない可能性が高いっていうことは、もうあとは候補を消していったら、だいたい分かってくるもんね。やばいよ。もう3曲歌わないこと確定しちゃった。マルモリとワンピースの歌と XJAPAN さんの歌。リアルとオンラインと配信で注文した特典全部違いますか？全部違います。ショールームはショールームだけの特典やし、リアルもリアルだけやし、オンラインも、そう、違う。
あとなんかアマゾン限定みたいな特典もあった気がする。生写真は一緒かな。そう、あ、ありがとう。いろいろ店舗特典も違うとのことですので皆さんぜひそちらもお願いします。あー、うますぎ。うまうま。でもこのさ、この落書き付きポストカードマジで可愛いよね。おすすめです。今日楽しかった。やっぱ踊るのめっちゃ好きだなと思いました。ていうかなんかステージに立つのめっちゃ好きだなと思った。うん、赤ちゃんありがとう。おか登るデカムさんありがとう。かもそう、これ可愛いよね。これさ、ほんまにお気に入りで、今日ね、あのストレートしたんですよ。これなんかすごい清楚じゃない良いのではないでしょうか。昼はハーフツインした。久々に似合ってました。セイガンスピリットさんありがとう。水可愛すぎて嬉しい。ジガジさん、そう、もう褒めて伸びるタイプなのでね、自分でもコンディションいい時は褒めていきたいと思います。え、そう、髪色もねちょうどいい感じだよ。それさ、昨日マネージャーさんにも言われた。今の髪色いいねって。ウケる配信ないのにキレッキレで感動したなんだと思ってるんですか私のこと別に配信あるけん気合い入れようとかないですよ。いつも全力ですよでもなんか配信ない時の方がはっちゃけれるというか、まあさ、 MC とかもさ、そのデータに何残らんけさ、記憶にしか残らんけさ、みんなマツケンサンバを歌ってる人もいればリコチが歌ってた。そう、なんか自由度が高くなっていいよね。西尾さん、あ、2個買ってるやったー。西尾さん2個ありがとう。2しお2個ありがとうございます。うん、あざっすー。昔は配信ない時髪型攻めてたよね。そうですね、確かに。そうじゃそうじゃ、配信ない時になんか雲の髪型したり、みんな攻めとった配信ない時。でも最近はさ、もう配信あるのがもう絶対みたいな感じだったけどさ、めっちゃ久々に今日配信なくて、でも配信ないのがマジ久々すぎて、配信ないけ髪型こうしようとかっていうのに追いつかんかった思考が。え、もっと確かに挑戦した髪型すればよかった。でも今日私的には昼夜とも普段あんまやらん髪型、あんま挑戦感ないけどそう、私この髪の長さ結構お気に入り。
アレンジもできるし、でも長すぎず短すぎず、やっきやきやきかな。なんで？なんで？コサッサーさん、3個買ってくれてる。ありがとうございます。変わってるね。嬉しい、コサッサーさん。え？今日の配信で9冊買ってくださいました？コサッサーさん、ありがとうございます。じゃあ、さっきはドデカミンで乾杯したんで、次はハイチュウ。ハイチュウ、よかったら。コサッサーさん、ありがとう。コサッサーさん。ありがとうございます。嬉しい。でも、いくらあってもね、いい。いくらあってもいいですから、石田千穂の写真集なんて。嬉しい、ありがとう。何味かな？これは、めちゃうまいり、青りんご味。って書いてある。めちゃうまい青りんご味。でもこの、多分普通のとちょっと違くて、スーパーカリジュア食感って書いてあって、これさ、今まで、レモン味？レモンかな？系のちょっと酸っぱい系のやつがあって、それがめっちゃ好きやったね。なんかちょっとカリッとしたのが入ったって。それの青りんご味、めっちゃうまい青りんご味っていうのが出とって買いました。 MFSY さん、ありがとう。 M ありがとう、みんな感謝です。ありがとう、たくさん感謝。X ジャパン最近聞いてる？いや、一個も聞いてない。さっき YOSHIKI さんって方が購入してくださって、それで、なんか、頭に流れてきて歌ったのがきっかけです。そう。うん、電化会さん、ありがとう。電化会、うん、みんな感謝だよ、ありがとね。理由が深いな。ね、深いね。今日照明の雰囲気がすごいね。これどう？ここにライトがある、暖色系のライトがいい感じですね。青さん、写真集ありがとう。青、青いもの探そうと思ったんだけど一個もない。一個も青いものないわ。あ、あるかも。あ、あるわあるわ、青いポーチ、かわいい。これも最近プレゼントでいただいた。私のお菓子、これ私のお菓子ポーチです。紹介しよう。のど飴と粒グミとビタミン C の美味しいグミと練り梅と
練り梅と練り梅です。さっきまでもう一袋あったんやけど、練り梅一個減った。もう私この練り梅が手元にないと無理ってぐらいドハマり、結構ずっとハマっとる。もう1ヶ月以上こんな感じだと思う。これファミマのだけのやつなんやけどさ、マジでファミマの練り梅に大貢献してると思う私。そうハマってる今めっちゃ。リュウさんありがとう。あ、みやこーちゃんありがとう。おー、ニコーありがとう。みやこーちゃん、にゃーにゃー、こーちゃん、あ、キュルン、キュルン、みやこーちゃん、キュルン、ありがとう。二つありがとうね。こぶちゃんセブンさんありがとう。セブン感謝。ラーちゃんも美味しいって言ってた。え、そう、ナナさんにね会った時にね、そうおすすめしたんよ。そう、私マジで昨日も写真集の仕事一日あったんやけど、スタッフさんにも梅好きですかって聞いて、好きな人、嫌いじゃない人は食べてくださいって言って布教した。昨日買えなかったから今日買えてよかった。嬉しい、ありがとう、感謝。うん、にゃさんありがとう。にゃありがとう、ありがとう、ありがとう。うん、土井さんありがとう。土井ありがとう。そう、布教してる。でも舞ちゃんにも布教しとんやけど、舞ちゃん酸っぱいのが無理で、そう食べてくれない。食べさせたい。この美味しさを共有したい。昨日の配信予約しました。ありがとう。昨日予約してくださった方のリストが届いたらまたショールームでお礼しようと思ってますので、少々お待ちください。昨日購入してくださった皆さんも本当にありがとう。うん、ウケる。ライブハウスのアンコール中に買いました。おもろい、ありがとうございます。アンコール中に、アンコール叫びつつ買ってくれたのかな。レアー、ありがとう。皆さんあと15分、あと15分で三つ編みポストカード消滅しちゃうよ。そう、なので皆さんよろしくお願いします。そう、悲しくない、あと15分でゲットできなかったら、あの三つ編みポストカードはもうこの世になかったことになっちゃう。何言ってんだ。皆さんぜひおすすめです。
やばい、マジでさ、チホコンの曲ばっかり聴いてるけどさ、めっちゃ頭で流れるんよね。で、めっちゃ歌いそうになるよね。あー。Oh my god.ゆきのりさん、ありがとう。ゆきー。アッキーザラ大好きマンさん、ありがとう。ザラの Z。コーラさん、ありがとう。あ、これライバルなんじゃない？あ、降格したら、ちょっとコーラっぽい。全然っぽくなかった。ありがとう。もじさん、ありがとう。もじ。もじ。ありがとう。今日の公演楽しかったっけ？ありがとう。超楽しかった、マジ。ケイト・ホークスファンさん、ありがとう。カキーン。どこで買えばいいですか？なんかね、なんて説明したらいいんやろ。みんなの方にどうやって表示されたらいいの？なんかカゴみたいなね、あのところを押したら、そう、買えそうです。福岡からいつも応援してます。嬉しい。福岡行きたい。福岡めっちゃ好き、ほんまに。ラーメン食べに行きたい、もつ鍋と。冬に行きたいな。ロンキューさん、ありがとう。キュー、センキュー。うん。ありがとうね。みんな、ありがとうね。うん。ケイスケさん、ありがとう。ケイ。くまさん、ありがとう。くま。皆さん、ありがとうございます。あおりを焦って買おうとか。ありがとう、ロッキーさん。嬉しいです。みんな感謝。感謝すぎる。もう本当に、マジで感謝。ありがとう。今月さ、マジで楽しみ、いっぱい楽しみあるわ、やば。え、マジ楽しみ、やばい、超楽しみだな。リオさん、ありがとう。パイナップル。パイナップル。のりゆきさん、ありがとう。このアバターの真似しようと思った。あんま見え、目がそんな感じ、うん、ありがとう、なりゆき。とりあえず涼しくなってほしい。私結構もうこんぐらいでいいかも。今日ぐらい。でも今日のさ、昼ぐらいの温度をあんま知らんけ、外出とらんけ、そうあれやけど、あと一週間経ったぐらいの温度がずっと続いてほしいな。いつまでも永遠に続きましたとさ。テラさん、ありがとう。テラ、おテラ、テラさん、ありがとう。
皆さん、今日何したの？今日土曜日？日曜日？眠くなってきた。眠くなってきた。眠くなっちゃダメなのに。土曜日か。いいじゃん、土曜日じゃん。一言。土曜日っていいよね。みんないろんなことしてるね。眠そうなちゃうじゃん。わかる？バレた？うん。ん？ハインツさん、ありがとう。はい。タタタタティア。はい。ウケる。ライブとショールームのちょうちゃん全然違った。ショールームおっとりしてる。そうなんですよ。日替わりなんですよね。日替わり？時間によって変わるんですよね。この時間はのんびりモード。ないごよ。あくびの仕方。全然ごまかせてない。陽平さん、わ、2個やった。ありがとう。よへい、あ、よへい。2個ありがとうございます。よへい、アホっぽい。陽平さん、ありがとう。2個ショールームの時は檻に入れられた虎だから。なんかそれいいのか悪いのか。まあまあ、見に来てくれてありがとうございます。確かに檻入れられたって、なんか檻に自分から入ってる虎ね。おはようございます、元気さん、ありがとう。元気、あざす。シュー、ねむみー。10月7日週に買います。やった、ありがとう。ん、ほんとだ、タワーだ。東京のスワンさん、タワーありがとうございます。イエーイ。早い、かわいい。これ赤ずきんちゃんじゃん。赤ずきん、これ手でずきん表現。あ、耳も表現できる。赤ずきんちゃん、くまたわ、たきゃのすわんさん、ありがとう。パタパタ、すわんさん。赤ずきんちゃん。たわ、ありがとう。今日はありがとうございました。こちらこそ、超楽しかったね。感謝です。ん、しんさん、ありがとう。しん。はらぺこまるさん、ありがとう。ありがとう。ね、楽しかった。
ショールーム中写真集販売間に合った。うん、嬉しい。みんなゲットしてくれてありがとうだよ。あ、もうちょっとで本当に三つ編みポストカード終わっちゃう。明日配信できんけやけ、皆さんあと4分、あと4分だ。うん、じゃあランキングのあれをします。20位おいでます元気さん、19位フレッシュメロンさん、18位宮川和之さん、17位ガンスくんさん、16位のりふみさん、15位ケイセティンさん、14位キョンシーさん、13位星投げ仮面さん、12位りょうへいさん、11位ブルーさん、10位台湾のコウさん、9位にゃさん、8位ビンゴの海賊さん、7位シロウケンさん、ラッキーセブン、6位ベイスさん、5位ヌルディさん、4位グリアティーヌさん、3位20世紀ともちゃんさん、スイスイ、2位パフィンさん、ツーツー、そしてそして第1位はペロロフィン、東京のスワンさん、イエーイ、ありがとうございます。感謝のキャミです。イエイ、ありがとう。クマ赤ずきんちゃんタワーもありがとうね、スワンさん、プタプタ、ありがとうございます。シュナイデルさん、ありがとう。シュナイデル。シュナイデルかわいいよね。東京スワンさん、うん、写真集もありがとう、スワンさん。東京。東京タワー。ありがとう。花火師さん、ありがとう。パー、人間すぎる。ね、今日公演と配信とありがとうございます。あの写真集ゲットしてくださった方もありがとう。またね、みんな早く寝るんだよ、いっぱい寝るんだよ、おやすみなさい、またね、バイバイ、ありがとうございました。こちらこそありがとう。バイバイ、またね。あ、スクショタイム。見てね。何を？